こんにちは、朝5時です、弱い雨が降っています。気温は 12.5 度ですね。少し肌寒いです。水仙脳の花も雨に濡れていますね。10時になりましたが、相変わらず小雨が降っています。ポテンティラ、スカーレットスターレット、そして、ゴールデンスターレット、一つ咲きました。スモークツリー、ロイヤルパープル、いつも綺麗な水玉ができますね。スモークツリーグレースには種ができています。花ユリ、プミリウム、だんだん上の方に咲いてきます。ヤマアジサイ、イオシグレだと思います。まだ本物の開花ではないようですね。オダマキ、水玉ができてますね。シンフォリカルポスは小さな可愛い花がどんどん咲いてきています。水玉も綺麗です。うつみ、ストロベリーフィールズ、花がたくさん咲いてきましたね。だいぶ賑やかになりました。隣にサラサウツギも咲き始めました。エゴノキの花はあっという間に散ってしまうんですが、雨が降って余計に早く散りそうです。紫仙台萩の花です。小さな鞘ができてきました。少し風が出てきたようですね。だんだん綿雨状になってきています。もう少しで立派な綿雨が完成しそうですね。ロイヤルパープルは貧弱な綿雨になりそうですが、水玉は綺麗です。ここからはしばらくデジカメの撮影となります。コスズメがいましたね。朝からカラスに催促されて食パンを切ったんですが、スズメの方がいっぱいやってきました。ハシボソガラスは遠慮がちですね。細長く切った食パンを加えています。今日はふわふわ食パンですね。これもコスズメのようです。羽をファサファサっと動かしてますね。あ、お母さんでしょうかね、お父さんでしょうか。食パンをちぎって食べさせています。もう一度、自分でも食べられるんですけどもね、何度も食べさせてもらっています。かわいいですね。電線にキジバトがつないで止まっています。繁殖期がまたやってきたんでしょうか。飛んでいきましたね。四十から久しぶりにやってきています。春先とはだいぶ緑の色が違いますね。ひまわりの種をつついています。ひまわりの種はたまに入れています。つがいの距離が近いですね。同じ枝に止まっているようです。春先には見られなかった距離ですね。うちの巣箱には入ってくれませんでしたが、どこかで巣を作ってるんでしょうね。あ、スズメですね。今日も人参の花を見てください。だいぶつぼみが咲きそうになってきてますね。桃色大腕まりにコスズメが止まっています。何をしてるんでしょうか。雨水を飲んでるんでしょうかね。ここから iPad の撮影に変わります。ジギタリス、白っぽいのだけかと思ったらピンクっぽいのもありました。今日は一日中降ったりやんだりで肌寒いです。丸尾です。このラジオ体操、豚さんが流してくれています。ラジオ体操第1と第2、両方流してくれるんですけどもね、第2まで本気で体操すると結構汗ばんできますよね。運動不足解消のために、この豚さんに協力してもらおうかなと思っています。丸尾は不思議な顔してますね。今日はこの辺で、バイバイにゃん。